階段がないよ。ここの人間はどうやって51階から上を行き来してるんだ。さあ。おい、何か来るぞ。え？お待たせしました。何階をご利用でしょうか。何階をって、じゃあ君が僕らを上の階まで連れて行ってくれるの。さようでございます。お望みの階をお申し付けくださいませ。って言われても。俺たちカセドラルに侵入したお尋ね者なんだけど、そんなのにエレベ、あ、じゃない、円盤に乗っけて問題はないの。私の仕事はこの昇降板を動かすことだけでございます。それ以外のいかなる命令も受けておりません。そうか、じゃあありがたく乗せてもらうよ。おい、大丈夫なのか。だってこれ以外に上に行く方法はなさそうだぜ。そりゃそうかもしれないけど。じゃあ行ける一番上の階まで行ってくれ。かしこまりました。それでは80階雲上庭園まで参ります。お体を手すりの外に出しませんようお願いいたします。システムコール、ジェネレートエアリアルエレメント。バーストエレメント。なるほどな、そういう仕組みなのか。君、名前は？名前は忘れてしまいました。皆様は私を昇降係とお呼びになります。昇降係、それが私の名前です。あのさ、僕たち氷協会の偉い人を倒しに行くんだ。君にこの天職を命じた人を。そうですか。君はいつからこの仕事をしてるの？この天職をいただいてから今年で107年になります。107年って、その間ずっとこの円盤を動かしてるの？ずっとではありません。お昼に食事休憩をいただきますし、もちろん夜は休ませていただきますから。そういうことじゃなく、お待たせいたしました。80階雲上庭園でございます。ありがとう。僕の転職も終わりが見えないことにかけては世界で一番だと思ってたけど、年を取って斧が触れなくなったら引退できるだけ恵まれてたよね。あの子の転職に比べれば。天命の自然現象を術式で凍結しても魂の老化は防げないってカーディナルは言ってたよ。記憶が少しずつ侵されていって最後には崩壊してしまうって。氷協会のしてることは間違ってる。だから俺たちはアドミニストレーターを倒すためにここまで来た。でもそれで終わりじゃないんだ、ユージオ。本当の難題はその先に。アドミニストレーターを倒せばあとはカーディナルさんに任せればいいんじゃないの、キリト？いや、この先はアリスを取り戻してから話すよ。今余計なこと考えてる場合じゃないもんな。それはそうだけど。
アリス。もう少しだけ待ってください。せっかくのいい天気だから、この子にたっぷり日を浴びさせてあげたいのです。お前は戦うな、勇者。カーディナルの探検を確実にアリスに刺すことだけ考えるんだ。彼女の攻撃は俺が体を張ってでも止めてみせる。でもアリスの衝撃をかわさずに受けてそのまま拘束するから、すかさず探検を使え。いいな。とうとうこんなところまで登ってきてしまったのですね。お前たちが万が一地下牢から逃れることがあっても、バラ園に待機させたエルドリエ一人で十分に対処できると私は判断しました。しかしお前たちは彼を打ち破り、天地祭神教を携えたユソルバート殿を、そしてファナティオ殿までも切り伏せて、この雲上庭園の土を踏んだ。一体何がお前たちにそのような力を与えているのです？一体なぜ人界の平穏を揺るがす虚に及ぶのです？お前たちが聖豪騎士を一人傷つけるたびに、闇の勢力に対する備えが大きく損なわれていることがどうして理解できないのですか？やはり剣で聞くしかないようですね。いいでしょう、それがお前たちの望みならば。しまった、やばいぞ。あの剣まさかもう完全支配状態なのか？私を愚弄しているのですか？抜刀もせずに走り寄るの。今の攻撃は警告の意味を含めて加減しました。ですが次は天命を全て消し去ります。持てる力を出し尽くしなさい。これまでお前たちが倒した騎士のためにも。誉れある聖豪騎士殿に対し敬意なき振る舞いに及んでしまってすまない。集権しきりと改めて騎士アリス殿に尋常なる剣の立ち合いを所望する。いいでしょう、お前たちの邪心がいかほどのものか、その剣筋で試すこととします。いざ尋常に参る。
Huh?
エンハンスアーマメント。アリス、すまない。お前たち剣技の勝負を望んでいたのではないのですか。なかなかの座興でした。たかが氷で私の花を止められるはずもありません。お前とは次に戦ってあげますから、そこでおとなしく待っていなさい。エンハンスアーマメント。